はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。まあ、最近結構ね、スカーフィベルを使ってたんだけど、まあ割と無理なものとかが見えてきて、なんか、まあ、お開きかなっていう感じと、もうちょっと煮詰めれるかなっていう感じと、半々ぐらいですね。この試合は、イベルは絶対投げたい。誰で崩すかと言われたら、ランドロスなんだけど、この無限ダイナ、受け駒の無限ダイナに見えんだよな。ネクロ引きてー。ネクロで見たいね、無限ダイナ。メガネ火炎放射とかさ、メテオビームからのこの技どうしてんだって言われそうだけど、明らかにその方よりね、マジカルフレームの方が強いからね。無限ダイナ。多分ネクロで見れるやつだと思うんだよね。イベルネクロ、アット1。まあ、貫いてくるのは、10ジャック、クロワドに見えるんだけど、イベル入りに対してどういうゲームするかだよな、相手が。バルジットが出てくるのかな、イカサもあるから、あれはあれで厄介だけど。そういう意味だと、僕、スイ君投げて。あー、待って、バルジって毒あったよな。まあまあ困るぞ。あー、でもラッキーでステロ負けるんだったら、それそれでいいか。引いてから。あー、挑発もあるな。まあ、ランドかな、だったら。多分殴り合って最後イベルで詰めるルート取りに行く方がいいと思うんだよね。何が無理かっていうとね、鳳凰が無理だね。なんか。まあイベル、ただ鳳凰もイベルタルに対してはまあ割と雰囲気なんだけど。だそれでもね、鳳凰のね、雰囲気で何でもそこそこいける感はちょっとね、とてつもないんだよね。これイベル早いのバレるな。エルフあたりから来るかなと思ってイベルから入ってるんだけど。ね、マジで特殊系の無限ダイナを本当に開拓したいんだけど、控えめ玉サンダーが全部悪いから、全然意味が分かんなかった。まあ、ネクロ引くしかないですね、ここは。いや、割とさ、ここメテビー切ってきてたとしてさ、僕ダイアースあるんだけどな。この技打ってくるにしても。別にメテオ、相手の、ダイマックスを関係なくて。あ、普通にマジフレイ。残飯欲しいね。こういう微妙なダメージ食らうとき。受けるやつ。もう2回は耐えれるから。ここ1回突っ込めるんだよな。メテ落ちに行く？仮にバドレックスあれだったとしたら、助け潰せるのでかいから1回殴るか。引いて、明確なね、ネクロ受けがいないと思うんだよね、相手に。だいぶ苦しい立場になると思うんだよね。で、僕一体切って、ランドかなんか着地させてっていうルートでも全然いいから。無限ダイナに対してね。ここだから削れるのめちゃくちゃでかいはずで。オッケー。イベルタル引く。相手ただバドレックスどうすんだろうな。残してもしょうがない気がするんだけどな、割と。僕はイベルが有限だから、ここだけめちゃくちゃ気を使って動かなきゃいけなくて。ヤドリギだったら僕次突っ込まなきゃいけなくなるな。スカーフはバレてるだろうから。まだトンボ返りに対して、こう相手バドレックスで突っ込むと、こっち一体殺せるから、めちゃくちゃでかいんだよね。まあさすがに赤羽打つけど。あ、オッケー。甘えたね。なんかそういうことやってきそうな雰囲気あったから、ちょっと。ちなみに、あれだからね、ダイヤに対して僕まだ、ネクロ引いて、引き出し間に合うから、もう一回やり直すってわけで。メタモンがここで飛んでくる。割と嫌だね。これ。ただ僕ね、無限ダイナに対して、別にランドロスを残しておけばいい話あるんだよな。ネクロ切ってもいいんだけど。ネクロ切るのはでもさすがにないか。切るんだったらイベルかな。火力は確かに僕のイベルあるんだけど。ランドでダイマ切って。あーでも。あー、それでいいか。ここ多分、イベル切りで正解かな。ダイマ使ってくる。
僕乱動でここ多分切り返せて、そうすると多分ネクロで全部詰めれるんじゃない？とにかく一回引かせちゃえばイベルじゃなくなるから、ネクロで全部取れると思うんだよね。で、リュウマイある分こっちだけ強いから、明らかに相手のパクリネクロになったことを考えると。ここは一回じゃあシンプルに削ってよくて、ジェット、できれば一発で落ちてほしい。落ちなくて、ヤドリギ入っちゃうのがちょっとな、美味しく。でもまあ、ダイマックスターン2ターン分使わせれると思えば、悪くはないか。相手がヤドリギ入るから僕ダイマ切りたくなかったんだよね、イベルに。いやね、バトレックスの上から動けるのが僕ちょっと強いと思うんだけどね、イベルタル。スカーフにすると。あんまでも、なんか明確にスカーフにしたからってさ、これに勝てるようになるみたいなのはなくて、なんか雰囲気だなーっていう感じになっちゃうんだけど。優勝。まあこれは、このイベルさえ流せれば僕勝ちだから、ランドから入って。これ僕のイカ様が逆にちょっとあだなんだったな。相手も使えるんだよな。まあウォールから入んないとさすがに無理だから、ウォールから入るんだけど。ちなみにね、ランドロスパクられるのもまあまあ困るね。ああ、まあでもあれか。技見てから僕、ネクロ引きかなんかで何にでもなるから多分負けないか。バドレックス死んだ時点で、割と。で結局あれだな、裏をなんか、イベルがスカーフになったから受け駒性能がなくなったからさ、裏を、イベルを消耗品的に使って、裏も前に出ていけるやつにしなきゃっていう感じにしたけど、弾でそれをやったは強い話があるんだよね、割と。アーク。で、これでね、ロック打つと僕が回復できなくなる問題がさ、割とあるんだけど。まあいいか。それは相手も同じだし、ダイナ出てくるならアースが、破壊の神になれるから。都合良すぎる。これイカ様の強さ出てるな。相手が使ってるだけだけど。バコーン。オッケー。ねえ、これを見るとさ、イカ様ちょっと、いや、強くねえな。ランド結局死んでねえもんな。耐久振ってないのに。まあ、剣舞したらっていう話なんだけど。なんか、にしても弱くない？もうちょい入ると思った。あー、でもさすがに死なないか。死にはしないな。いやね、ランドロスが強いと思うんだよね。ランドロスが強いと思うんだよねっていう、その、小学3年生と同じ意見なんだけど、あの何が強いってね、レクターかー。だるいダイナ来たなー。あの何が強いってね、近伝でこいつと戦えるやつが、まあ、対面からだったら勝てるとかはいるけどさ、受け駒、まあ、海洋、スカーフ海洋に引かれた時に剣舞して損するみたいなのはあるけど、受けれないと思うんだよね、ランドロス、近伝で。なんかそういうポケモンが強いなって、だから鳳凰とかで簡単に見れちゃう近伝って、相手にそれがいただけでさ、されがちだからどうなのかなっていう。まあそれを抜きにしてもザシャンは強いんだけど、ここ自信連打だね。アース1回入ってるけど、まあさすがに、あーでもマジフラったら耐えるかな。自信で相手あれか、リフレクター再生マジフレアット1みたいな。あーそれちょっと面白い。その台はちょっと面白いかもな。僕が勝ったんですけど、はい、GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合はイベルのイカ様絶対通るから出したい。で、ネクロ。ネクロどうするかな。まあ、セイ君でいいかな。バンギとかランドロスにもまあまあ強いから。セイ君持ってきたいってなると、まあ裏はラッキーか。ホワイトキレムとサンダー見れるならラッキーでいい。この試合、多分構築的に負けようがないと思うんだけど、あのね、なんか方絡みの受けみたいなのにね、勝てなくて、逆にこういうのには絶対負けない感じになってるんだけど、あー、これダイマックスがキモいな。あのさ、ここをね、トンボで、あの、あ、そう、引くなら引くで、こっちの裏有利なを投げ入れてっていう、それはいいんだよね。あと、バンギが結構削れる、トンボで。一応、なぜかさ、虫タイプが、バンギに抜群で入るっていう、意味わかんないこと起きてて。
意味わかんなくはないんだけど、普通にめちゃくちゃ削れるって、これ、それでもこんな本だけどな。これ、相手からするとなんか、肩透かし食らったような感じになるよね。で、まあ、身軽張りに行っていいかな。ネクロも大丈夫でしょ。誰で水空に勝つかって話なんだけど、まあ、おそらくサンダーだと思っていて。電磁波が嫌なんだよね。なら身軽一回張りたいんだけど、サンダー即引きとかされると、割とめんどくさくて、まあ身軽かな、でも。ああ、サンダー即引きっぽい。ああ、でもこれだったらこれで。キュレム。はいはいはい。スイ君これめっちゃ刺さるな。このスイ君強いと思うんだよな、なんか。結構スイ君、それどうすんのって感じの選出する人多いからね。とりあえず守って砂もう一回入れるか。ダイマ切ってくれるなら切ってくれるで、じっくりやってから裏引けばいいでしょ。とりあえずもう一回砂入るのがめちゃくちゃ重要で。カバルドンスイ君っているとね、自分でこれができるからいいんだけど、相手の砂がめっちゃ美味しいっていう話ですね。うわー、レード打ってくんだろうな、こいつ。頑張って削って、ダイマックス切れないレベルにしておかないと、ラッキーが死んだ後が意味わかんないことになるから、ネットで役座全部解決するけどな。スイ君独特とか覚えないかな、突然。突然変異で。フリドラレードを読んで身軽を張るとね、神様になれるんだけど、この世界の。とりあえず焼いてほしい。焼かなくて、焼くんだっけ？氷ドラゴンだよね。そうだよね。炎っぽいだけで。めちゃくちゃ焼いてるな、さっきから。いや、さっきの試合は別に焼いてないけど、今日めっちゃ焼いてる気がするわ。撮影してる日が。これ裏誰？いや、でもこれ、これスイ君で勝ちでしょ？普通に守ってさ、もう一回やけど入れて、で、イベルで頑張ってキレム倒せば勝ちかな。あー、やっぱそうだよね。そういうの打ってくるよね。そんな雰囲気はあった、なんとなく。これがね、このポケモン、悪いところだよね。身狩り置くか。フリーズドライ食らってもさ、いやー、さすがに一致弱点は死ぬか。引いとこう。ここね、レード見て僕、身狩り押したくなるやついるからね、たまに。一回はフリーズドライ打ちたいはず。シャドーボール。なんでシャドーボールかはわかんないけど、シャドーボールでした。ネクロに対しては電磁波打って切ればいいから、ステロかな。もう、もう、これだから。これだから、このポケモンは。イベルタルタイムです。まあ、バンギーに対しては一回引けて、一回引けてっていうか、微妙なとこなんだけどな。アクア打ちたいけど、イカ様を押したいね。バンギー引き考えると。まあ、どっちみちそんな削れないから、アクアか。ダイマ切ってきたー。ダイマ切るんだったら、だったらそれはそれで、スイ君勝ちゲームじゃない？てか、レード一発当たってさ、当たったからダイマ切ってくんの都合良すぎだろ、お前。どういうことだよ。当たってなかったらじゃ、てめえ。とりあえず削れると。勝った。直帰か。さすがに硬くて。僕、ダイマ切った方が良かったかな、今んとこ。そんな感じ若干するね。若干どころじゃなくてだいぶそんな感じがあるけど。ここさえしのげばでも僕勝てるから。スイ君で詰めれると思うけどな。ウォールからで。ここ引かれるとまあまあめんどくさいんだけど、それはそれで僕身狩りが残るようになるから、多分相手引けなくて。何が嫌かって、大草原。逆にでもさ、キュレム以外に多分、
スイ君に勝つポケモンいないでしょ。で、引いたし、相手がケルムで、スイ君突破しない限りは、さすがに負けるから。あー、ネクロで TOD できんのか。それちょっとまずいな。あー、大フォローも困るね、割と。B 下がんの。身狩り残んない世界始まる。とりあえずストリームでキレイも落とす。まあさすがにそれは落ちるか。これ裏が辛くなるんだよな。それさ、なんかサモをさ、大フォローで B 下げてさ、裏のバンギーとネクロで戦えるようになってちょっと偉いみたいな感じになってるけどさ、普通にそれ硬すぎる。どんだけ勝てんだこいつ。普通にレード当たったからそれやってるだけでさ、全然おかしな話だからね。僕イベルで誰も切るべきだった。でも相手バンギ引きだったよな。そうだったらあそこは言ってもしょうがない気がするんだけどな。ここのフリドラ頑張って耐えて、やけど2回じゃ落ちないから殴んなきゃいけないね。痛すぎ、痛すぎ、笑った。で、やけど2回で死ぬぐらいで耐えてほしい。さすがにそんなことはなくて、もうこれで負けんのか。ちょっと納得いかないな。ちょっと納得いかないな。ちょっとそれはな。砂まかれちゃうしな。突然なんかスイ君がここから眠り始めるとかそういうことがないとちょっと厳しいな。砕きはまあネットで焼けばワンチャンあるか。身代わりはぜ、いやー、ちょ、これ、ホローなければね、身代わりでも、結局砂で落ちるからできなくて、ホローがまあ厄介で、ちょ、焼いて、焼けばワンチャンある、まだ。次は炊くだけど、2連、燃えろ燃やせ燃えろ、ふっ、はあ、普通に、切れそう。もう、地獄に落ちてくれ。本当に今すぐこのゲームやめてくれ。GG、お疲れっす。